まることなく、さまざまな映画に出演し、女優という職業の境界線を軽やかに飛び越えていた彼女は、まさにフランス映画のアイコンといいます。ルイ・ヴィトンの深い縁に結ばれたカトリーヌ・ドヌーヴは、モノグラムの愛用者。60年代から70年代にかけて、彼女はヴィトンのアイコンとなったスペインの通路に仕掛け、そのキャリアとともに歩みました。2008年には、ワールドの合格キャンペーンの顔